岸田幸雄は、日本の政治家、実業家、京都府出身。兵庫県知事、参議院議員を歴任した。1893年、山口県市属、岸田氏美の三男として、京都府に生まれる。第三高等学校を経て1916年に、京都帝国大学法科を卒業し、高等文館試験に合格するも、官僚とはならず、大阪商船に入社した。 1920年、イタリアのジェノバで開催された国際労働者会議に使用者代表の随行員として参加する。日本に帰国後、大阪商船市会社の大阪会場火災へ出港して神戸支店及び東京支店長を務めた。1926年7月、日本電力営業部長に就任。産業水力電気取締役を経て日本電力専務となり、 終戦時は、電気工事会社協会の会長職にあった。1946年、公職追放により職を解かれた、斉藤寮の公認として、兵庫県の幹線第32大知事に就任。翌1947年、4月の第1回統一地方選挙で行われる、兵庫県知事選挙に立候補するため3月14日付で、知事職を一旦辞し、遠藤直人が、 感染最後の兵庫県知事となった。4月12日投開票の第1回知事選で当選して、公選初代知事となり、全福井県知事の吉川里氏を県庁に招聘し総務部長とする。内務省出身者の多くが公職追放処分を受けたことによって民間からの抜擢で兵庫県知事となった岸田は、太平洋戦争で荒廃した県の戦後復興に当たり、 1947年には近畿地方において最初の県民化である兵庫県民化が岸田の提唱で制定された。1948年4月10日、連合国軍最高司令官総司令部の指示を受けた文部省の朝鮮学校閉鎖令に基づき県下の朝鮮学校に対して封鎖命令を発動する。4月14日に県庁で行われた在日本朝鮮人連盟との 協議は決立し、4月23日に、灘と東神戸の朝鮮学校2校は、命令通り警官隊と MP によって封鎖された。4月24日、封鎖撤回を求めるデモ隊が暴徒化して、県庁に乱入し、知事室に監禁されて、学校閉鎖令の撤回、朝鮮人学校閉鎖仮処,処分の取り消し、朝鮮人学校存続の承認、逮捕された。 朝鮮人の釈放を制約させられたが、当日の夜に軍政部が非常事態宣言を発令して、神戸市警察の機動隊と MP が県庁に突入して岸田を救出した後、軍政部より前日の制約をいずれも無効とする宣言が行われる。阪神教育事件もしくは阪神教育闘争と呼ばれる、この事件で神戸市に発令された非常事態宣言は、 占領期の日本において唯一の事例であった。1951年の知事選での再選後、副知事の任にあった吉川が1954年に突如として県庁内で組織的な裏金作りが行われていると主張して、岸田に反旗を翻す、お家騒動が勃発する。岸田はこの告発を事実無根として吉川を罷免したが、吉川は連日にわたり、 マスメディアを通じて、岸田の監督責任を問う姿勢をアピールして、辞任を要求し、県議会の与党会派であった厚生会は岸田派と、吉川派に分裂する混乱状態に陥った。吉川の告発を受けた神戸地検の捜査では100名、あまりが取り調べを受けるも、裏金作りの首謀者として、吉川から名指しで、非難されていた公房長は、証拠不十分で基礎猶予となる。 この結果を受けて、岸田は、県政混乱の責任を取るとして11月5日に、任期を5ヶ月余り残して辞任し、12月12日に、出直し選挙が行われることになったが、選挙の告示直前に、天笠市の前市長、坂本勝が、保守分裂の感激を塗って、左右両派社会党の推薦により出馬を表明したことで、選挙情勢は一変。 岸田と吉川の友倒れとなり、坂本が当選した。1954年兵庫県知事選挙も参照。岸田幸男知事選で落選した後は、電源開発副総裁に就任し、1958年に乱受報賞を受賞する。1959年、成田一郎の死去に伴い8月23日に、投開票が行われた参議院兵庫県選挙区の補欠選挙に、 自民党公認で立候補して当選。1961年、参議院決算委員長。翌1962年の第6回参議院議員通常選挙で再選され、1966年4月22日に参議院地方行政委員長就任。同年11月3日、君に当局日、重光明を受賞する。 1967年11月28日、第二次佐藤第一次改造内閣で大倉政務次官に就任。1968年の第8回参議院議員通常選挙では自民党が岸田と中西一郎の公認2名を擁立して共倒れとなり落選、政界引退を表明する。政界引退後は兵庫県名誉顧問、兵庫県との会会長。 同和火災会場保健相談役等の役職を務めた。1987年10月16日、人不全のため、神戸市名田区の神戸改正病院で死去。去年95、13位に助せられる。11月10日、神戸市長田区の兵庫県立文化体育館で、県民葬が取り行われた。兵庫県知事在職経験者の県民葬は、 1975年の坂本マサル以来に度目。知事在任中は、阪神教育事件や吉川との清掃など不祥事が多かったためか、兵庫県において、岸田県政の解雇は今日まで、ほとんどなされていない。特に象徴的なのが、岸田の提唱で制定された兵庫県民家の扱いで、県では1947年に、 県民化を制定した事実そのものを2014年まで否定し続けていた。妻島は大阪鉄工所社長や大阪商工会議所会堂を務めた山岡淳太郎の三女姉並江は南洋拓殖社長や日本サッカー協会会長を務めた深尾隆太郎男爵の妻。長男は関西電力役員岸田孝一。次男は ユニチカ京都ファミリーセンター社長、岸田裕二。ありがとうございます。